お借りください。 そうですね。これいいね。ちょっと思い出して。
なんでビチョビチョ靴。でもこれまだかの靴これ染み込むよ。私も。顔を下げ。Thank you.
Thank you.
ませんけど。今日風が多いのでちょっと狭いですけど、ここら辺ぐらいです、お取りだけではなくて簡単な説明、富山県の三大民謡の一つ、コキリコ、こちらの方で披露されてきたということになります。それからあの世界遺産、ここから歩いて7分なんですけども、まあ本当は40分あればいいんですが、時間ちょっと厳しいですので、30分でまっすぐこの道を行っていただいて、抜けていただければ7分で行けます。で、30分で行って帰ってくることができるということになります。途中トンネルがございますが、真ん中にエレベーターがございます。エレベーター乗っちゃうと帰り道分かりませんので、トンネルはまっすぐドンと切っていただいて、また同じ道を帰ってきていただければいいかと思います。久しぶりの雪でしてね、1週間ほど前に1回降ったんですが、今朝20センチぐらいようやく積もりまして、綺麗な雪景色が見れるかと思います。去年は1月15日まで全く雪がなかった。
ただの山小屋がドンと乗ってるだけですので、風が強く吹くとこういうふうにしてゆるゆるできる。基本的には南風が強いので、このうちも南北、台風来ると上がこういうふうにしていくということになります。で、この上、今日はちょっと見えないんですけども、柱が斜めにドーンと張ってまして、最後だけ細くして鉛筆みたいにしてあげる。この梁の上に、こちらの梁の上に穴が開いてましてね、鉛筆みたいにしたものがこういうふうにしてポンと置いてあるだけです。当然数十トンもある 屋根ですので、風で飛んでいくことはないんですが、こういうふうにして入れるようにしてあるのは、止めちゃうと完全に下向きにこういうふうにして固まったままになりますので、それであえて風が吹くとこういうふうにして動くようになっているということです。松が話していることがなくなる。それから軒下歩いていただきますとね、これぐらい80センチの厚みが屋根ございます。一番外側だけが茅として、内側にだいぶ違うものを使っている。これが現物なんです。秋田の方ってお盆の迎えでしますか？お箸に見立てたり。なんて皆さん飼ってらっしゃる？おがらっていうの。箸に見立てたり、なすびに足したり。宗派によってはちょっと違うんですけどね。これ何かと言いますと、針まで向けます。朝、この間女優捕まってましたね。私のじゃないとかって言い張ってましたけども、まあ、これ、朝の紐を取った柄のことを、小柄と言いまして、こういうものが使ってあるので、見ていただければと思います。一番内側にこの白いもの、その次に灰色っぽいこれが入っておりますけども、これ、なんで使ってあるんですか？岡山の屋根ってのは、65、60度の計算角形をしています。そこに茅はこういうふうに仕立てあるわけじゃない。必ず水平に当てなきゃいけないですね。ですので、一番下にこれを置いておく。長さ1メートル80、この長さだけ入っておく。さらにすると、こういうふうな円錐形にできますので、そこに茅をギュッと押し付けてあげる。ということですので、皆さん見てる屋根っていうのは、ここのこの部分だけが少しずつ取り入れて出てるだけです。雨や雪で、少しずつ取れていって、30年に一度屋根を使います。ちなみに指という共同産業で屋根は控えておりませんので、すべてこれです。指ですね。違うね、お金ですよね。これ1棟引き換えるのにこのうちが3000万くらい、ね、何もしなくても毎年この屋根に100万ずつかかっている。ですので五箇山というのは富山県の八分市の大きなエリアに全てがこの場所で建てたんですけども、現在は 95% がなくなった。 5% のものしか残っていない。それも屋根は補助金で使えられるものしか残っていない。
表がなりますけど、全部で、まあ、108枚と言いましたけど、108枚と言いますと煩悩の数と一緒ということで、まあ、それを打ち鳴らすことによって煩悩を取り払う、打ち鳴らす、まあ、そのような意味があります。これが、働いている軌道です。なんか一緒なんですけど、今このような格好をしておりますけど、これはあの昔、お父様が狩りをする狩り物の衣装なんですね。頭にはこのような帽子、これは水草で編んだ綾の帽子。で、頭のてっぺんにはこれは、山鳥の前の一番長いところです。まあ、ひどく、かかり火をつけて、この目立つ方につけて、上の着物が下から、下が、作り場が、頭が入った衣装ね。で、まあ、足首の衣装もつけるところに座ってありますけど、これが高貴な方、位の高い方が、一番下に座るんですね。それ以下の農民との人に座る。座り気によって、この人の使い側を渡るというのが、釣り場かなというふうに言われています。今日この男性のですね、このササラを使った、ササラを、それを一曲、披露したいと思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
バーベキューできたり、ビデオルームみたいな、いろいろあるね。ちょっとこれ上から落ちてくるの。
もうこの辺まで。うん。やるか。出入り口よりご利用ください。また本線全面禁煙となっております。ご協力をお願いいたします。本日は庄川遊覧船にご乗船いただき誠にありがとうございます。Thank you.
あれ。ズームで。
暖かくて良かったんですけど、全然寒くないの今日。全然寒くない今日。でも普通はもっと寒いだろうね、ここは。普通ならね。風なくて天気良かったもんね。
よろしくお願いいたします。あ、出るの見えてる。あ、流星もつせえが、うん、300 あれ、巾着袋持ってるかい。これお父さんの部屋にあったやつ、うん、あれ、お父さんの部屋から持ったら遅いから。あ、これ2個あるの、それ持ってお父さんの部屋から持ってたんですよ。これ持ってったんだろう、持ってんじゃないかな。同じカバン持ってるんですか？